新人アイドル特集？この雑誌、コンビニとかによく置いてあるやつだ。うわー、女の子によって全然雰囲気が違うんだね。服なんかもみんな可愛い。すごいすごい、楽しみだな。学校で使ってるのはあるよ。でも撮影ってことはもっと可愛い水着がいいかな。だったら買いに行かなきゃだよ、プロデューサー。やったー、ありがとう、プロデューサー。どんな水着にしようかな。プロデューサー、来て来て、こっちにたくさんあるよ。どれも可愛いな。花柄とかリボンとか。プロデューサーはどういうのがいいと思う？友達と買い物するときもおしゃべりしながらだとすっごく楽しいんだ。おしゃべりに夢中になって買わずに終わっちゃったりもするんだけどね。この間も水泳部の友達のね、競泳水着を探しに行ったんだ。ほらほら、こういうの。ハイカットもかっこいいんだけど、今日は可愛いやつを選ばなきゃだよね。あ、これ好きだな。雑誌に載るのは一つだけなんだよね。難しいよ。どうしたらいいかな、プロデューサー。ん？どういうこと？ああ、それもありなんだ。うん、私のお気に入りでいっぱいにできたらすっごく楽しいかも。ありがとう、プロデューサー。よーし、組み合わせ組み合わせ。また迷っちゃうね。例えばこういうの？わあ、いいね、すっごくかわいい。じゃあこっちは？ちょっと大人っぽいかな。こういうのも似合うようになりたいけど、もうちょっと大人になってからね。あっという間だよ。じゃあ次はこっちの水着はどうかな。ねえ、プロデューサー。ゲームみたい。それじゃあね、よーし、これ。わー、おしゃれ。でもあれ、ちょっと大きいかな。ちょうどいいサイズがないみたい。こんなに大きいサイズだとプロデューサーの方がぴったりかも。冗談だよ。そっか、たくさんあると迷っちゃうし、ちょっとずつ絞り込んでいくといいかも。じゃあこれと、これと、あ、これも。もう全部一緒に着れたらいいのに。
しいなんて言っていいのかな。プロデューサーは優しいな。ずっと見ててくれてありがとう。暑かったでしょ。ほら、プロデューサーも水着があったらよかったのにな。そのお水もぬるそうだよ。じゃあ先にちょっと休憩しようかな。一緒にパラソルで休もうよ。プロデューサー。起きた？ジュースだよ。冷たいのをもらってきたんだ。プロデューサーはこれでよかった？私が飲みたいの選んじゃった。私はもう飲んだよ。ちょっとプールに行ってくる。プロデューサー見ててね。キラキラするでしょ。太陽が眩しい時の水しぶきってすっごく綺麗なんだ。大丈夫だって。ほらほら。あ、かかっちゃった。ごめん。プロデューサーも今度一緒にプールで遊ぼうね。今日はたまたまね、学校の方の予定が早く終わったから。ほら見て見て、前よりも体柔らかくなったでしょ。ありがとう。あ、体伸ばしたいから背中を押してもらってもいい？うん、ありがとう。そういえばプロデューサーは恋したことある？この間ダンスレッスンに外の先生が来てくれたでしょ。その時に言われたの。私はちゃんと踊れていても感情表現が足りないって。恋のときめきを思い出してもっと思いを込めなさいって。でも私そういうのわからないんだよ。プロデューサーはわかる？恋ってどんな感じなのかな。へー、恋って素敵なことなんだ。学校の友達が恋話してる時あるけど、うん、そうだね、楽しそうだもん。私みんなのことが大好きなんだ。でもそれのどこから恋になるんだろう。私の大好きの先にあるのかな。それとも全然違うところにあるのかな。それがわからないから恋してみたいかどうかもまだ。わー、楽しそう。大好きなみんなに気持ちを届けるイメージで。プロデューサーにはちゃんと報告しなきゃだね。そうなんだ。あるよ、ステージに立つとき。舞台袖でね、マノと日和が横にいて出番を待っているときが一番すっごくワクワクなのに、時々心臓がギューってするの。
それでいいの？声じゃなくても？そっか、急いで恋しなきゃダメだったらどうしようって思ってたんだ。うんうん、そうだよね。よーし、今から試してみる。見ててね、プロデューサー。いくよー。そっか。じゃあやっぱり本当は本物の声を知ってる方がいいんだね。もっと上手くなりたい。最初は楽しいなって気持ちだけだったよ。でもアイドルになってファンのみんなと出会って、今はステージを見てくれるみんなにも楽しいって気持ちを届けたいって思うんだ。だから私にできることは何でも頑張りたいって。でも分かってるよ、恋はしようと思ってできるものじゃないんだよね。私本を読んでみる。主人公の気持ちが分かるのは先になるかもしれないけど。あっ、プロデューサー、ちょっと踊ってみるから見てて。プロデューサーに今の私を覚えててほしいの。いつか変わった時に気づいてもらえるように。ね、いい考えでしょ。音楽かけてくる。ちゃんと見ててね。だけどダメだったって言ってた。お仕事忙しかったんだね。家でちゃんと寝た方がいいよ。あー、プロデューサー、行けないんだ。私にはちゃんと休めって言うのに。プロデューサー、最近休んでるところ見てないよ。もしかして私のせいで大変なの？レッスン見に来てくれるし、話し相手にもなってくれてるから。それなら私もプロデューサーのために頑張りたいよ。プロデューサーの頑張ってるとこ一番近くで見てるもん。私に手伝えるお仕事はあんまりないかもだけど、プロデューサーが疲れたら話し相手になるし、予定も自分でしっかり確認する。歌もダンスも頑張って心配させないようにするよ。任せてって言いたいけど、やっぱりすぐには難しいかも。でも話し相手だったらいつでもだからね。そろそろお仕事の時間でしょ。コーヒー熱いの入れてくるね。あ、お砂糖とミルクはどれくらい？プロデューサー、ゆっくり休んでね。私が心配するからじゃなくて、プロデューサーの体のためだよ。大丈夫、私の忙しいは楽しいってことだもん。どんと来いって感じだよ。あっ、
本当だ。はーい。あ、プロデューサー待って。寝癖ついてるよ。寝癖。え、そうだったの？でもいつもお仕事してるのに。あ、うんうん。たまには息抜きも必要だよね。葉月さんとかには秘密にしておくから。大丈夫だよ、私はプロデューサーの味方だから。あれ、そうなの？うん、たまにサボるってことかなって。ごめんなさい、プロデューサー。あ、もうすぐ出かける時間だよね。支度してくる。今日はお昼寝してもいいからね。怪しいものじゃないよって言ってたよ。ねえねえ、出会った時に比べて今の私はどう？かっこよくなった？やったー！あの日までね、いつプロデューサーに会えるんだろうって毎日ワクワクしてたんだよ。それでこの公園でスーツの人を見つけて、私のプロデューサーだってビビッと来た時には走り出してた。本当に嬉しくって。私すっごくはしゃいでたでしょ。あ、私っていつもそんな？真面目な顔で言われるとちょっと照れちゃうね。でもありがとう。今までいろんなことがあったよね。私には全部全部忘れたくない大切な思い出なんだ。これからもよろしくね。大好きだよ、プロデューサー。言いたかっただけだよ。うん、気をつける。ちょっと待ってて。あった。あー、ダメっぽいな。ううん、今日の星空を撮っておこうと思ったの。でもスマホのカメラだと映らないみたい。お仕事やレッスンもそうだけど、こういう何でもない日もたくさん覚えておきたいの。今日のことも心にちゃんとしまっておくよ。ね、プロデューサー。